おはようございます。デブラストチャンネルなるちゃんです。今日は8月の22日 Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will. はい、というわけで今日はお尻のトレーニングをしてみました。ちょっとね、痩せたんですよ、実は。体重が一時期1回痩せた時って65以下ぐらい 64.5 ぐらいまで痩せてたんですけど、その後リバウンドして実は74ぐらいまでまた戻ってたんですよ。10キロぐらいすごい増減ですよね。でちょっと今この夏の暑さも相まってメインチャンネルの方でね上げてるんですけど、今お家のリフォームをいろいろしていて、それの作業とか、あとちょっと実際夏バテとか。で食事の量とかもちょっとコントロールできているっていうのもあって、今は 66.8 まで落ちてます。でも全然筋トレできる時間がなかったから、ただただなんやろお肉が落ちただけっていう感じなんですよね。ちゃんとした筋肉がついていない感じなんで、ボディメイクして今ねいい機会なんで、この体重を生かして筋肉つけながら脂肪燃やしながらってやっていけたらなって思ってます。ちなみにお尻はこんな感じ。よくお腹だいぶすっきりしてると思うんですけど、今別に引っ込めたり特にしてないですね。ちょっと膨らんだこれいい感じですね。でお尻がやっぱりちょっとねあんまりいい感じじゃないんで、この辺と整えたいなっていう感じかな。で腕とかこの辺は全然やっぱり残ってますね。この辺はやっぱり運動筋トレでちゃんと筋肉をね引き締めていかないといけない感じなんで、よし頑張るぞっていう感じでいきたいと思います。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。それでは。